サミコスは、ギリシャの伝統的な人気の民族舞踊で、3、4拍子で演奏される。サミコスは、チャム人の踊りを意味する。クレフテスの踊りを意味する、クレフティコスとも呼ばれる。ギリシア独立戦争の時に、サミコスを踊る男性たちサミコスは幻覚で遅く、歩調を強調しないが、踊り手の姿勢や様式、優雅さを重視する。踊り手は手を繋ぎ合い。 肘を上向きに90度曲げる。にや円の最初や最後の人を支える人は強い腕力を必要とされる。なぜなら隣の人が体重をかけて高い曲芸跳躍をするためだ。この跳躍は右足を蹴り上げ左足がそれを覆うことで、ハサミのような動きをし、着地前に背中で左足を手で叩く。踊りの動きは比較的簡単だが、 白に厳しく従わなければならない。脅迫を奏でるために足を踏み鳴らすこともある。即興を含む多くの歩調の種類があり、踊り手の出身地による。時を超えて多くの種類が作られた。過去には男性だけが踊っていたが、現在では女性も参加する。サミコスはギリシャ史の1821年を強く忍ばせる。今日ではサミコスは祭りや 結婚式で人気の踊りで、特にギリシャ中央部とペロポネソス半島、ゆっくりと踊られるイピロスの田舎で人気である。踊り手がギリシャの伝統以上のフスタネーラを着ることもある。サミコスは国の祭事を祝うために踊られることが多い。ありがとうございます。